材料の確認です。ペーパーが大きいものと小さいもの、リボンが2種類、ベースが2つとワイヤー、折り紙が入っています。ご確認ください。ご自分で用意していただくものはこちらです。それではまずはベースから作っていきましょう。ベースに使うのはペーパーとリボンと土台になります。ドーナツ型の土台は、ワイヤーが長いワイヤーが3本と短いワイヤーが入っているものをベース用としてお使いください。お花によって細いワイヤーがもっとたくさん入っているものや他の色のワイヤーが入っているものもあります。ベースに使うのはこちらの長いワイヤーが3本、2つに折れ曲がっているこの長いワイヤーが3本と半分に切れているワイヤーが1本あるこちらのセットと、あと片方はお花用に使うワイヤーが入っていますので、こちらはワイヤーは折り紙で作るお花に使い、こちらの土台だけを使います。テープを外し、この土台とワイヤーが3本と1本入っているこちらのセットをお使いください。それではリボンベースから作っていきたいと思います。リボンベースに使うのはこちらの幅の狭い方の紙です。こちらはプリーツベースを作るときに使いますので、ちょっと他のところに置いといてください。こちらの幅の狭い方のペーパーをこのようになっていますので、このように折りたたんでいただき、ここを3分の1にカットしてください。ハサミを使って3分の1にカットします。大体で大丈夫です。このようにまとめて切ると簡単に細長いものが切れます。こちらも細長いリボン状になるように3分の1にこのようにカットしておいてください。そしたらまずこちらにペーパーだけを巻いたものを作っていきます。今の切ったものの1枚をの裏側ですね、裏側にセロテープでこの下を固定し、こちらのベースに巻き付けていきます。ここにどんどん巻き付けていってください。このベースをこのペーパーで隠していく感じです。白の方をこちらの面を表にしますので、表が終わったら裏側でこちらの裏側になっている方でセロテープで留めます。ここの中に収まるようにして
セロテープで留めてください。こちらのベースは共通になりますので、他の色のペーパーの時も同じやり方になります。白の方は綺麗に仕上がって、裏面になっている方はセロテープで留めるようになっています。それではもう1枚のベースの方にも紙を巻きますが、その前にこちらにはワイヤーをつけて紙を巻きます。先ほどここにくっついていた短いワイヤーはプリーツベースに使いますので避けておいてください。この U ピン状になっている3本を使います。こちらも表面が上になりますので、表面にこのように、刺していただき、表面からはワイヤーがここまで出ていて、ここに引っかかっている状態です。裏面にワイヤーと表面から通ってきたワイヤーがこのように通っています。こちらは2本、こちらは1本、真ん中に通っている状態です。ここをセロテープでこのワイヤーを裏側で留めておいてください。そしてそれを3箇所留めます。上からこのように通していただき、後ろ側で交差させている状態です。ここにはワイヤーが2本出ています。これを3分の1のところで、だいたいここが3分の1になる位置でセロテープで固定しておいてください。こんな感じです。もう1箇所も上からこのように通し、後ろにクロスするようにこうなっています。こちらも真ん中で寄せられるように3分の1になる位置でワイヤーを固定します。こんな感じです。そしたらこのワイヤーを真ん中で90度に折り曲げます。真ん中に90度にこのように折り曲げています。横から見るとこんな感じです。そして上から見るとこんな感じになっています。ここをもう一度セロテープで根元を今度は留めておいてください。根元をまとめて留めておきます。このベースにも先ほどの紙を巻いていきます。裏側にセロテープで始めのところを固定し、同じように真ん中を通し、このベースをペーパーで隠していきます。ペーパーでワイヤーを避けながらになりますので、少し重なりが多くなったり薄くなったりとかしますが、ワイヤーとペーパー土台が綺麗に隠れるように重ねて、重ねながら巻きつけていってください。ペーパーは十分にありますので、重ねて巻いても大丈夫です。ペーパーがこの上で終わりそうになったら、下のところでカットして、裏で終わるようにして、ここで留めておいてください。そしてまた引き続きこちらのペーパーを、次のペーパーをここにくっつけて
巻いていただけば大丈夫です。最後のところは先ほどと同じように裏側でセロテープで留めて終わりになります。このように巻けましたので、こちらをカットしてテープで留めておきましょう。このような土台ができました。そしたらこちらにリボンをつけていきます。入っていたリボンをオーガンジーのリボンとサテンのリボンがありますが、どちらも半分にカットしてください。オーガンジーのリボンも真ん中で半分にカットします。ホチキスをご用意ください。まずオーガンジーのリボンで輪っかを2つこのように作ります。こういう輪っかです。その時に半分よりちょっと差をつけて、ちょっと大きめの輪っかと小さめの輪っかになります。こういう感じにつながっています。こちらをこのベースにくっつけますが、真ん中からまっすぐに出るようにまずここをホチキスで留めます。もう一つも同じように、実際輪っかと大きい輪っかといってもそんなに差はありませんが、こちらと同じような感じになった方がいいので、合わせてここがまっすぐに、上から見た時にこちらがまっすぐ並ぶようにホチキスで固定してください。こんな感じです。そうしたらこちらのサテンのリボンですけれども、こちらは今真ん中で折れ曲がっていますが、半分に、中が表になるように曲げていただき、片方を輪っか、片方を垂れという感じにし、こちらを少しこのようにずらします。このようにずらしたものをこのリボンの前側ですね、こちらにまたホチキスで固定してください。こんな感じになります。リボンが直線にサテン、オーガンジーのリボンがあり、サテンのリボンが手前に来ている感じです。こちら側にも同じようにやります。サテンのリボンを中表に半分に折り曲げ、上に来ている方を輪っかにします。そしてこちらと対称になりたいので、こちらを少しずらし、こんな感じになるように対象になる位置に ホチキスで留めます。こんな感じです。そしたら、裏側ですね、裏側がホチキスが出ていますので、こう持った時に手を引っ掛けてしまわないように、先ほどこう巻いたこのベースをこちらにこのように貼り付けておきたいと思います。今度はホチキスではなく木工用ボンドを使って貼ります。この上にボンドをたくさんくっつくように、凹凸がついていますのでちょっと厚めにボンドをつけ、このベースの裏の面ですね、裏の面とこの裏の面を重なるようにはめます。こちらが表、白っぽい方の段ボールになっている方で、ここをクリップで押さえておいてください。このベースの作り方は他のお花の時も同じなので、
色違いでご紹介しているかもしれませんが、こちらをこのように乾かしておきましょう。そしてここの持ち手ですけれども、この時点で、7.5センチですね、 7.5 センチのところでワイヤーの切れるハサミまたはペンチでここをカットしておいてください。カットしてこのようにカットしてから、この根元も刺さるといけませんので、セロテープでカバーしておきましょう。こんな感じになります。それではプリーツベースを作っていきたいと思います。プリーツベースは幅の広い方のこちらの紙を使います。こちらの紙と半分に切れていたワイヤー、ホチキスを使って作っていきます。こちらはとっても長いこう紙なんですけども、この紙を広げ半分に折りたたみます。細長く半分にたたんでください。ここですね、ここの縁から半分を合わせてたたんでいきましょう。そしたら半分の縁からだいたい2センチぐらいの幅の蛇腹折りにしていきます。2センチぐらいでこのように順番に折っていってください。蛇腹にしたら、ここが輪っかで始まり輪っかで終わるようにしたいので、こちらが今この線で終わっていますので、こちらを揃えて輪っかと輪っかにしておきましょう。こちらが輪っかで始まり、縁が輪っかで始まり輪っかで終わるようにカットしておいてください。この蛇腹折りの輪っかじゃない方の縁から、1.5 センチぐらいのところに千枚通しで穴を開けます。この辺ですね、この辺りに千枚通しで手を気をつけながら穴を開けてください。結構力がいります。そうですね、このように出たらちょっと大きめにしたいので結構深めに刺し、このままずれないように持ちながら手を持ったまま半分にカットされている方のこのワイヤーを通します。そしたら丸く輪っかを作っていただき、このように、ここをまずまん丸に整えてみてください。この丸をきれいな丸に整え広げてみましょう。輪っかで揃えましたので、切り口は出ていなくって輪っかになっています。裏側は、
フチッコが出ています。こちらが裏になり、こちらが表なんですけども、こちらが今穴がちょっと大きすぎますので、今ねじったワイヤーをもうちょっと縮めたいと思います。このぐらいかな、1センチぐらいちょっと縮めて、また綺麗な円にして、ちょっと様子を見てみましょう。そうですね、このぐらい穴があるかないかわからないぐらいの穴になるように整えたら、こちらのワイヤーは少し短めに切っておきましょう。後からねじった方のワイヤーから1センチぐらいですねのところでカットして、こんな感じになります。そしたらこの裏側をホッチキスで留めていきます。ここが輪っかじゃないところ同士を、縁のところですね、ここを合わせホッチキスで留めておきましょう。そうするとこんな感じのプリーツベースが出来上がります。それではダリアのお花を作っていきましょう。こちらのお花になります。折り紙を1つのお花につき3枚使います。オレンジとクリーム色、赤紫色の折り紙で3つのお花を作ります。それでは作っていきましょう。まず1枚ご用意ください。こちらの折り紙を表を上にしていただき、三角に折り線をつけます。三角に折ります。一旦広げ、反対側の三角も折り線をつけてください。そうしたら今度は白い面を上に向け、四角い折り線をつけます。半分に折りたたみ、四角の線をつけてください。反対側も同じように四角の折り線をつけます。そしたら一旦広げ、この角を真ん中にそれぞれ合わせて折っていきます。角を真ん中に合わせてそれぞれ折ってください。このような感じになっています。そうしたらこの今折ったところのこの角を半分に折りたたみます。真ん中の線まで半分に折ってください。こちらの真ん中のところまで三角を半分に折り上げます。こちらの角も同じように真ん中まで折ります。そうしたらここをこのように立ち上げ、こんな感じに倒しておいてください。すべての角を真ん中まで折って、角をそれぞれ三角に折って真ん中にこのように立ち上げています。そしたら最初につけた折り線、ここですね、ここはこちら側に山折り、
この斜めの線は谷折りにこのようになっていたと思いますので、もう一度ちょっと線をつけ直し、ここが中がパコッとなるようにして、このように折りたたみます。裏側をの白い方を見て、真ん中を押さえ、下から押さえ、このように縮めてください。そうするとこんな感じの形になっています。そしたらこの角をここの線をつないだところまで折り上げます。線はついていませんが、こことここの角をつないだところまで折り上げます。1枚横にめくり、今と同じようにこの線のとこまで折り上げるんですけれども、その時にここの高さが揃うようにしてください。そしたら戻して、こっちの反対側の1枚めくったところも同じように真ん中に折ります。この高さが揃うようにしています。ひっくり返し、ここもこのように折ります。そうすると全部高さが揃いますので、隣同士めくりながら折っていくといいと思います。そうしたら一旦この今折ったところを一つ広げ、この横に来ている三角のこの部分を広げます。広げて今折ったところを折り曲げ、ここは今広がっている感じになっています。広がっていて、この角までしっかりと折り直したら、この広げたところをこの折り線のところで戻します。そうするとこんな感じになります。ここが広がっています。ここは元に戻っています。すべての角を裏返しにして、ここを持ち上げて広げ、そのままこの色のついた部分だけ折りたたみ、この白いところも最初の線がついていたところで折りたたんでいます。そうするとこんな感じになります。横と横のこの部分も同じようにやってみましょう。そうしたら今度ここの交わっているこの角と角をつなぐところで上に折り上げます。こんな感じです。隣のところもこの角と角のところを折り上げます。この高さが揃っていくといいと思います。そしてこれが半分に折りたたむとこんな感じになっています。ここに両面テープで隣同士の花を固定します。両面テープを2センチぐらいですね、2センチぐらいをこの上の部分につけてくっつけます。
4つの花びらのちょうど間をつなぐところなので3箇所ですね、3箇所このように両面テープをつけてくっつけます。今2箇所くっつきましたのでもう1箇所両面テープでくっつけます。2センチぐらいの両面テープをここのこの部分に貼っていただきくっつけます。広げると、まあ、このようなパーツになります。このパーツを3つ組み合わせてお花を作っていきます。3つのお花のパーツができたら組み合わせて1つのお花を作っていきましょう。こちらの1つずつのこのパーツの横のところに両面テープを貼ります。花びらをくっつけた時と同じようにこの位置に2センチのテープを貼ってください。ここを剥がし隣にこのお花をくっつけます。並べてくっつけてください。次にこの重ねたこの部分にまた2センチの両面テープを貼ります。こちらを剥がしもう一つのパーツを並べてくっつけてください。こんな感じになっています。そしたら最後にこの部分に両面テープをまた2センチ重ねて貼っていただきこちらを剥がしてこのお花をこのように広げてこの一番下になってた部分とこの最後の部分をくっつけます。同じ高さに揃うようにくっつけてください。このような感じになります。今お花が少し尖った状態になっていますのでまずこの小さい方の隙間に指を入れて広げ外側の花びらの部分は指でこのように押して少し折り線をつけるような感じに広げてください。そうすると花びらがこのように広がっていきます。指を指で挟んで少し外側に折るような感じになっています。ちょうどそのように折ると綺麗なお花ができます。それではここにワイヤーをつけていきたいと思います。ワイヤーは U ピン状になったものが7本入っていた束の方のワイヤーを1つのお花につき2本使います。ワイヤーと千枚同士を使ってつけていきます。この一つずつのパーツの一つのパーツで4つの花びらがついているんですけれどもこの真ん中のところですね2つ2つの真ん中のところの下から 1.5 センチぐらいのところに穴を開けてください。それぞれのお花の 1.5 センチのところに千枚同士で穴を開けます。こちらのところです。ここも3つありますので3つの花の下から 1.5 センチ高さが揃うようにお花に穴を開けます。お花に穴を開けたらその穴のところにまず1本穴の1箇所に1本ワイヤーの片側を通し隣のお花の穴のところに今度は、
お花の折った外側っていうんですかね、中心の方から外に向かって通します。隣同士の花がこのようにくっつきます。そしたら今刺していない一つの花びらのパーツのところにまた外側からここにワイヤーを刺し、その隣どちらでもいいので隣の穴に今度は中側から刺します。このような感じです。そうすると2つのワイヤーでしっかりとこのお花を固定することができます。そしたらこちらの根元は両面テープではなくセロテープで紙とワイヤーが外れないように下のところを少しだけ留めておいてください。こちらは出来上がった時には見えませんのでそんなに綺麗に留まっていなくてもいいですが、ずれてしまわないように留めておいてください。それぞれの花にワイヤーをつけておきましょう。それでは3つのお花にそれぞれワイヤーがつきましたので次は真ん中の仕切りの部分を作っていきたいと思います。ミントグリーンの折り紙をご用意ください。こちらを白い面を上にしておき三角の折り線をつけます。一旦広げこちらにも三角の折り線をつけてください。そしたら一旦広げ次は色の面を上にしておき四角の折り線をつけます。一旦広げこちらもまた四角の折り線をつけます。そしたらこのように色の面が膨らむようにペコッと折っていただきそのまま折り線通りに折りたたみます。そしたらこれは今4つにこのように分かれているんですけれどもこれを3つにこのようにしたいので、中側を2つを合わせて中側を折ります。中に来ているこの部分の片方の先ですね先の三角のところをこのように折ります。今こうなっていた片側をこう合わせて半分に折りました。そうするとこんな感じになってこちらの仕切りが3つになります。それではこちらにもワイヤーをつけておきましょう。最後に残っていたワイヤーをこちらの今折り曲げた部分ですねこちらの部分に貼っていきたいと思います。テープで縦にこのように固定します。そしたらこのように折りたたみ根元の部分を少しテープで留めておいてもいいかと思いますので、ここですねこの三角のワイヤーを外した三角の根元のところをテープで留めておきましょう。ワイヤーが、真ん中のあたりに2本このように出ていますがそこをちょっと外したところをセロテープでこのように3箇所留めておきましょう。そうするとしっかりしますのでこのような三角の仕切りができました。それではお花と一緒に組んでいきましょう。それではブーケのお花の部分を作っていきましょう。先ほど作った仕切りの一つずつの間にお花を入れていきます。一つのお花を
茎のところからだいたい2センチぐらいのところで少し折り曲げます。この仕切りの根元のところとその折り目を合わせてください。こちらの花も2センチのところで少し折り曲げ、隣の仕切りのところに入れます。黄色も同じように2センチのところで少し折り曲げ、仕切りのところに置きます。折り目がちょうど折り紙の仕切りのここが終わったところに合っているといいと思います。このような感じになります。そしたら根元をセロテープで固定しておきましょう。根元の部分をテープでくるくるっと留めておいてください。お花のブーケの部分が完成です。それでは全てのパーツを組み合わせていきましょう。先ほど作っていただいてあったリボンベースのクリップを外しておいてください。まずお花のブーケの部分をこちらのプリーツベースに突き刺します。真ん中にワイヤーを全部まとめて刺してください。このような感じになります。そしたらこのワイヤーを次はこちらのリボンベースに刺していきます。どこの隙間でもいいのでこちらの隙間に通します。このような感じになります。そしたらこのワイヤーの根元の部分ですね、根元の部分をテープで固定しておいてください。すべてのワイヤーをまとめてずれないようにこの部分をテープで一巻きしています。そしたらこちらの根元の部分を、短く切られている、そうですね、リボンベースのワイヤーの長さに合わせてカットします。ハサミか、ワイヤーの切れるハサミかペンチで切っていってください。ちょっとダリアのブーケのワイヤーは少し太めのものを使っていますので一気に切れませんので何回かに分けて切っていただくといいと思います。ワイヤーの切れるハサミは使っていただいてもいいですが、普通のハサミだと刃がこぼれてしまいますのでちょっとおすすめしません。ペンチをご利用ください。でカットしたらこの根元の部分をセロテープでカバーしておきましょう。こちらのブーケを持った時にワイヤーが刺さらないようにこの根元の部分はセロテープでカバーしておきます。こちらもテープ、この根元とこちらのワイヤーの切り口のところにセロテープを貼りました。そしたらこちらにペーパーを巻いていきますので、両面テープをこの持ち手の部分ですね、ここをハンドルと呼ぶんですけれども、このハンドル部分に両面テープを留めます。ブーケのこのハンドル部分に両面テープを貼り、しっかりと貼り付けたらこの紙を剥がして残っていた細いペーパーをここの今、両面テープを貼った持ち手の部分に巻いていきます。下の方をまず巻き付け、根元を隠してからだんだん上に向かって巻いていってください。紙の方をこのように巻きつけてもいいですし、このハンドルの部分をこのように回して留めてもいいです。
やりやすいやり方で巻いていってください。両面テープがついていますので、少しずれてもくっついていると思いますので、根元まで上まで来たら、こちらの紙を10センチぐらいのところでまず一旦カットしていただき、ここで輪っかを、今のこの紙で輪っかを作り、縛るような感じに下から上に紙を引き上げます。そうするとここが縛られます。両面テープもついていますのでずれてくることはありません。なのでここで一旦縛っていただき、次は3センチぐらい紙を残しカットします。この3センチの残っている紙をこのベースの中に入れ込んでおいてください。こんな感じになります。下の部分もきれいに処理ができました。そしたらリボンの先をカットしていきましょう。リボンの先を斜めにカットしますけれども、このリボンを半分に、ふんわりと半分に折っていただき、輪になっていない方を長くこのような斜めにカットすると、先が切り込みが入りとても可愛くなります。輪じゃない方を長く、輪の方を短くなるように斜めにカットしてみてください。こんな感じです。可愛い、ダリアのブーケ完成です。